ねえ、何してるの <laughs> 早く帰ろう。ああ、ごめんなさい、話してたんだよね。ああ、でも、ね、ちょっともう時間ないからさ。<laughs> 早く帰ろう。<laughs> 何なんでそんなに怒るの そんなにさっきのこと話してたかった <laughs> ずいぶん楽しそうに話してたね <laughs> してるよ友達だってえ <laughs> でもでも女の子だよね それは分かってるんでしょうじゃあ、なんで、私が急いで連れて帰ってきたかもわかるよね <laughs> その目がおかしくないんだったら、私が言ってる意味わかるその目がおかしくないんだったら、さっきの子は女の子だよね。なのに、楽しそうに話してたんだ。 意味わかんないのはこっちだよ。友達かどうかなんて。そんなの、向こうは友達だと思ってなかったらどうするの <laughs> しかも、私がさっき出ていかなかったら、もっとずっと長いこと喋ってたでしょ。<laughs> それぐらい楽しそうだったもんね。何話してたのそんなに楽しかった 私といる時より楽しかった <laughs> いや、そう言ってる、そう言ってるよ。もう、表情がそう言ってたって、楽しいって顔してたもん。彼女の私がいるのに、<laughs> 私がいるのになんでそういうことするの話してただけじゃんって言うけどさ、私がそれを見てどれだけ辛いかわかる だって、大好きな彼氏が他の女の子とあんな楽しそうに話してたら、辛くなるに決まってるじゃん。なんでそんなことわかってくれないのじゃあ、じゃあ君は私が他の男の子とすっごい楽しそうに喋ってても、何にも言わないんだ。何にも思わないんだ。ちょっと胸がチクって痛かったり、気になったりもしないんだ。 浮気とかそういうこと言ってるんじゃない。別に浮気だとか言ってないじゃん。そうじゃなくて。そうじゃなくて。<laughs> なんで分かってくれないのだって <laughs>、大好きな彼氏が他の女の子と楽しそうに一緒にいたら嫌に決まってるでしょ そんなこともわかんないのこんなに付き合ってきて、私の気持ち、ちっともわかんないの少しもわかんないね <laughs> なんで泣いて、君のせいでしょなんで、じゃあなんで私がちょっと来た時でもさ、気持ち込み取ってくれないの私に、なんで私に怒るの違うでしょ なんでさもういい、ごめんとかいらない。そういうことじゃない。もうごめんとかいい、違う。そういうことが、謝ってほしいとかじゃなくて、わかってほしいのに。なんで私がこんなに怒ってるのかもわかんないんでしょ、どうせ。<laughs> 辛いよ、辛いに、ね、決まってるじゃん。さっきの光景思い出すだけで辛い。だって、もう痛い、もう。頭も痛いし、胸も痛いし。あんなの見せないで欲しかった。っていうか、他の女の子と一緒にいて欲しくない、もう。うん だって彼女は私なんだから、一緒にいるのは私だけでいいじゃん君の近くにいるのは私だけでいいでしょうぅ。うぅ、ん。う <laughs> ぅ。うぅ。うぅ。うう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  嫌だよ、二度と見たくない、あんなの。もう見たくない。<laughs> ちゃんと分かってくれてる <laughs> 別に好きな人のことじゃなかったらこんなに怒んないよ。でも違うじゃん。 私も、うん、私が <laughs>、君のことだからこんなに怒れてくるし。<laughs> こんなに悲しいのに、本当に分かった <laughs> じゃあもうしないよね。他の女の子と喋らない あんな風に他の女の子と一緒に楽しく喋んないで。っていうか、他の子、他の子に触って欲しくもないし、本当はあんまり話して欲しくない。本当本当にしない私だけ 約束だよ。<laughs> 約束して。<laughs> 本当に本当ちゃんと守るよね。<laughs> もうこんな思いしなくていいよね。<laughs> うん。いや、あ嬉しい。いや、嬉しい。<laughs> い <laughs> だってさっきはとりあえず謝っとこうみたいな感じがしたんだもん。今は違うよね。ちゃんと私のこと考えて、その言葉言ってくれたんだよね。<laughs> いや、嬉しい。<laughs> 本当に、本当にダメだよ、私から離れたら。 ずっと私の彼氏でいないとダメだよ。ねえ。<laughs> ねえ、ぎゅってして。いや、ぎゅってしたい。<laughs> もう嫌だもうさっきのでも、ほとんど体力そがれた。いや、君がぎゅってしてくれたら、回復する。 うん。<laughs> 頭ポンポンして。やだ、もっとしてよ。<laughs> うん、嬉しい。<laughs> 嬉しいよ。いやー、話しちゃダメ。 いや、ずっとギュってしてるの。もう今日はダメも。もともと今日は一緒にお家で遊ぼうっていう約束だったじゃん。だから今日はダメも帰るまで話しちゃダメ。<laughs> いや、ずっとこのままがいい。いや、本当はバイバイしたくないし、ずっとこうやってしてたい。 <laughs> ねえ、私のこと好き本当に本当に一番大事 <laughs> 私も大好き。だから、捨てないでね。も、ま、う、あ、他の女のことを楽しそうにしないでね。<laughs> <laughs> ありがとう。<laughs> いや、ちょっと、ちょっと起きる。<laughs> ねえ、チューしていいチューしたくなっちゃった。<laughs> うーん。ダメ、今日は、今日は君からして。いつも私からだもん。 <laughs> いいじゃあ、たまにはしてよ。うん。うんうんうん。うん、<laughs> 好き。